はい、たわごとオープン、お昼間ディディと一緒ということで始めたいと思います。ディディ、ディディも出演です。そういえばね、今日と昨日かな、あのね、あのアニメのね、映像が2のね、映像がね、上がってきたの見ました。リリが映ってたんですね。っていうかリリが出てきてね、リリがリリの出てきてるの見てました。はい、可愛かった。キナさんとね、リリがこう会話できるんですよね、あのテレパシーでね。それがなんかね、そのシーンでした。この世界は怖いほどまでに醜くなってしまっています。悪に染まってしまったのはなぜですかっていうね、ご質問。まあこれはもう全て簡単なことで、知識の果実を食べて分離した。まあ知識の果実、それは何かの古代ユダヤのね、価値観、まあ作ったストーリーだとは思いますけどね。でも事実にそぐってますよね。言葉って名称付けですから、名付けによってできてますから、一体の未知なる神秘なるこの世界をよって山だ川だって名付けてね、それで知識になっていきますからね。名付けによってできてるのが、だからリリはリリじゃないよね、本当はね。なんだろうな、未知なるものだな。ワンワンでもないよ、神秘のものだよ。神秘でね、永遠でね、一体です。すべてと一体のものですね。そうでしょ、そうな人、あ、そうだってね。なんか名前つけられちゃったり、ワンマンって言われてるけどね、実際は宇宙人だよね。宇宙人っていうか宇宙の生命体だよ。で、そうであるのに、神の子なのに、神の子っていうのは、神っていうのは一体っていう意味ですから、一体なるもの、神っていうのは一体なるものの子っていうことは、一体なるものの部分ってことですね。だからその神の子の本体は一体なるものですね。あのルシファーとかいろいろと言われてるのがいますけど、そういう、まあ、悪になってしまった、分離してしまった、でもやっぱり神の子ですね、万物の一部ですね。カナブンさんもカマキリさんもセミさんも動物さんも木々も山も花も海も全部、一体物、一つなるもの、ゆえに神の現れで、それを失ったからでしょう、世界がこうなったのは。だ、それを取り戻さなきゃなりませんね。で、どうしたら美しい世界は来るのでしょう。一体だっていうこと、未知で神秘の中で一体である、永遠に永遠に変化する美しい世界だって皆が知ればね、美しい世界になると思いますね。リリー、そう思う？リリー、どっか行きたいの？どっか行きたいのか。ということでですね、まあ未知なる神秘なる一つなる一体なるところで、そこで若たれを信じて自我となると、まあ、自我の競争比較、自我のね、戦い、殺し合い、恐れ、もうありとあらゆる苦しみが襲ってきますよね。で、赤ちゃんも神の子ですから、万物の子ですからね、でお母さんもお父さんも本当は万物の子ですからね、神の子ですから。だけど、まあ分離を信じて自我を信じてしまってる。誰のせいでもなく、先祖代々1万年は
間違いなく分離を信じた世界ですよね。まあ、分離社会をベースとした社会、分離分かったれを信じた人たちの世界ということは、自我がある、自我が生きていると思っているわけですよね。そうすると生きているっていうことからすると、要は仏じゃないですね。仏様って呼んでるものは生きてないってことですよね。いないってこと。だから肉体があって仏になるっていうのはブッダですね。肉体がなくて仏になるっていうのは、まあ死んじゃったってことですね。でも肉体をがないのに自我があったらね、電子だけが浮遊するってことですよね。だから美しい世界にするには、みんなの価値観や観念が分かたれてない、要は汚れ地で、汚れでない、癒しである、一体である、一つである、全てがつながっている、自我など存在しなかった、私など存在しなかったね。まあ、その私など存在しなかったなっていうことが、悟りであるし仏ですね。自分がいないんだから、自分が死んじゃってるっていないってことだから仏ですね。自分がいるっていうのは妄想です。だからそういうね、悪となってしまったとか悪魔になってしまったっていう人たちもね、元はね神の子です。だからそこに帰っていかないと、自らを罰するし、自らを破滅に向かわせるし、自らを罰するし、償おうともするし、自己処罰しますね。まあそれずっと言ってきましたけど、でそれに気づいてやめれるかどうかですね、その妄想をね。で赤ちゃんは五感もないし言葉もないんでね、神の子そのもの、万物そのもの、まあ、仏のような状態で生まれてくると。私がまだ存在していない、まあ、3歳4歳で私という価値観、若たれが生まれでね、だんだん、当然五感も出てきますからね、自と他の区別が非常に強まりますよね。それがこの世界の醜さ、妄想であるゆえの醜さ、その自我の醜さ、妄想から戦い、喧嘩し、比較し、恐れ、奪い合い、比較し、劣等し、うぬぼれる、過信する、もうこれを言い出したらキリがないほどたくさんありますね。これがまあ人類の痛みですね。ここからね、素直にもなれないし、純粋にもなれないし、他を思いやることもない、他国を思いやることもないね。そこからいろんなトラブルが起こりね、まあ、日本の悲しみもね、他国の人を愛さなかった私たち大和の民族のね、問題でこの世界ひどくなってますよね。他の人を思いやったり愛したりして生きないと帰りが来ますね。そういうね、今ね、子どもの頃とかね、苦しかった人たちがね、経営者の中にもね、つらかった人、日本のね、私たち民がね、他の人を思いやんなかった、愛さなかった、愛しまなかったことでね、その人たちがね、
仲間同士助け合って、私たち大和にね、恨みを思うとか憎しむというのは当然あったと思いますね。まあそれが世界ですね。まあ、自と他の分離がもたらした悲しみね、民族の違いとかね、家の違いとか肉体の違いとかでね、恨み合う、差別する、やっつけ合う、一体のね、神の子なのにね、一体の世界なのにね、だから全てがその一体の価値観でこの世界が生きてないことで、そのようなトラブルが生まれ、人のふるさとに侵入された、だからするんだという人やね、支配されたからするんだ、先祖がね、支配されたから、負けてたまるか、されてたまるかというね、そういう悲しみにね、この世界が、大地がね、嘆いているというかね、分離の価値観で若たれの電子でね、乱れた電子で美を失って、美しさを失い、愛を失い、安らぎを失いね、素晴らしさを失っている、そのことに気づいて、どうしたら世界は美しくなるのですか。一体が一番美しいんですよ。無我が一番美しいの。いい我になってもしょうがないんですよ。良き我とかね、いい我とか、正義の我とかね、正しい我とかね、強い我とかね、勝つ我とかね、いらないんですよ。我がないことが一番上等なんです。私がいないことが一番美しい人なんですね。ダメな我もダメです。悪い我もダメ。悪くて俺は強いんだ、それもダメ。あなたがいないことが美しさであり、真理であり、真実である。私がいないと苦しい私も、辛い私も、寂しい私も、怖い私も、私がいないと全部いないんです。それが神が作った世界です。本当はそうなのに、知識の果実、分離の自我の果実を食べたっていうのが、あの聖書のことですよね。はい。はじめに言葉がある。ね。または音がある。そして、それを区別した。分かたれていった。ね。そのように人間は、どこまでもどこまでも分かれたがる。分けたがる。一体のものをね。一切いらないんですよ。もしそれを使うとしたら、使われないように用心深く、注意深く使うんですね。ただね、安全にこのような世界にならないように、破滅的なね、エゴ世界にならないように、殺し合いの世界にならないように、騙し合いの世界ね、騙して殺すっていうね、愚かな分離の若たれを信じた神の子の仕業ですね。悲しいことです。それじゃあ今日はね、質問はこれだけなので、またお会いしましょう。お相手はリリは、そこで今この音楽がね、これ何の音楽、昔のだよね、なんだろう、文字に二つ、ララ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 、うん、なんだろう、勝ちながら愛することはできない、あ、
その歌がかかってるんだ。要はね、勝ちながら愛することはできない。愛するなら負ける必要がある。その大きな余裕がいります。負ける余裕、大きさ、負けてあげる力ね。そうか、愛したい、そうね。勝つことが好きなら愛することはできない。愛することが好きなら勝つことができない。そんな歌でした。それじゃあまたお会いしましょう。お相手は勝つことのできないマースでした。皆さんを愛するゆえに勝つことができません。リリークリさよなら。あ、来た。